は全くないから。エルギエルドは単なる兄者、何よりも俺にとっての最高の相棒。ドワーフの皆さんの健康に、ヒゲが長く伸びますように。でも足首には絡みつきませんように。若き恋人たち、二人の腰が一生冷えませんように。子供をたくさん産んで大金が入りますように。よければジグの施設を今日のように。通り過ぎる男たちを観察するための泊まり木を見つけたのかな。どういう意味？ミルク作りで腰が痛いのよ。だから座ってるの。古いかまどでは炎がより熱く燃えるそうだ。私があんたの年なら態度が違ったでしょうね。どうだい、グエントを一戦やらないか。やるとも、誘いは一度で十分だぞ、おちびちゃん。あんまり侮辱するな。気を悪くしたなら謝るよ。そう思ってたらちび呼ばれはしないだろ。謝ったもういいだろ。見舞いの花でも欲しいのか。とにかく黙ってカードをやればいい。やろうぜ、始めよう。何をかけるんだ。全部だ。全財産かけて大勝負だ。そんなにギャンブルが好きだと思わなかった。今夜は新しい俺をたくさん見せてやるぞ。とても大きい俺は。いつもは負けたやつがロバの耳をつけることになってる。俺は構わんぞ、負けないからな。
いいざまだな。そのロバの耳はケツの先にでもつけておけ。残念ね。あなたがロバの耳をつけたところ、想像しただけでも面白かったのに。それならこんなのはどうだ。君がロバの耳をつけて考えておくわ。飲もう。今日はめでたい結婚式だぞ。そうだ、飲むぞ。俺の時間はみんなより短くてね。ウィッチャーとその婚約者に乾杯だ。聞いたか、婚約者だってさ。この意味がわかるか。ん、どういう意味。婚約者同士はそれらしい振る舞いをしなくちゃ。例えばどんな。俺が君に迫ったら君は嫌がってみせる。でも本気では拒まない。ああ、最高のショーだ。まだまだ楽しむぞ。グエント、最高だな。さあ、次の余興は何だ。一緒に飲みましょう。レディーを拒んだりはしない。その麗しさに、それとシャに、当然君の麗しさにも。健康と幸せに。白狼さんが幸運に恵まれますように。おじさんはエルフ。あらゆる花の中であなたこそが最も愛らしい。誰かと人違いをなさったようね。とんでもない。女性と桃ははしごが登れと誘って、完熟の状態の話が。じゃあ登りましょう。でも急にどうしたの。はしごの登り方なんて。座りましょう。こっちへ来て。どうしてそんな。さて、聞かせて。一体何の話かしら。心当たりがないのよ。強いて言うと、ん、つまり要するに。早く話してよ。俺は思った通りね。そろそろ戻りましょう。人生はクソだ。でも一体どうしたの。少し怖かったぞ。大きく泣く牛はあまりミルクを出さないものなのね。俺は普通の娘を相手にしてきた。君は医師じゃないか。おそらく君を連れ込んで、そのしちゃうより、俺はよりロマンチックな手を使った方が良かったはずだ。どうかしたの。ああシャーニー、ひどいことが起きたのよ。一人娘を嫁に出すんだから、盛大なお祭り騒ぎの式にしたかったの。それで低い男を雇ったのよ。ほら、ボーボー燃える火をジュージュー言わせて飲み込む芸よ。すげえ、そんな芸は見たことない。そうだ、そういう余興さ。はるばるノビグラドから呼び寄せたんだ。娘のためならお金を惜しまない。花婿の家族は貧乏扱いするけど、そうじゃないって見せてやろうと思って。だけど失敗だな。肝心の低い男が跡形もなく消えてしまった。花婿の飼い犬に追いかけられて逃げちゃったのよ。デーモンって犬、名前通りだわ。まあ落ち着け。ウィッチャー様が何とかしてくれるかもしれないぞ。ウィッチャーとして調査を始める前に手がかりが必要だ。知ってることを全部話してくれ。どんなことでも。低い男は正午に到着したわ。食事をして散歩に出かけた。新鮮な空気が吸いたいとか言ってたわね。あのデーモンが彼を見て取り憑かれたように吠え出したの。なぜだ。さっぱりよ。気に入らなかったのか、何か勘違いしたのか。火を使ったからかもね。動物は火を怖がるから。そうだとしたら追いかけず逃げたはずだ。バカ犬のすることよ、知らないわ。とにかく鎖を引きちぎって低い男を森の方へ追い立てたの。バカ犬でも義理の息子の愛犬だ。このままではこっちの責任問題になる。心配いらない。ウィッチャーであるこの俺がその熱いものを飲む男を見つけて。ありがたい申し出だけど、今その見当もつかないのよ。問題ない。ウィッチャーにはたやすい。炎の実男のいでたちはどんなだ。道化師の帽子をかぶっていかにも曲芸師という感じだ。見つけてみせよう。ありがとう、本当に助かるわ。
力を貸すのはいいけど、本当に見つけられるの？あなたはウィッチャーじゃないでしょ、ブロジミール。道化師を見つける仕事をやってみたい。やらせてくれよ。いいだろう。でも決して手伝わないでくれ。楽しそうだから一人でやってみたいんだ。仕方ない。別に従う必要はないが、俺ならまずは犬の足跡を探して辿ってみる。いい助言だ。そうしよう。シャニー、ブロジミールと俺は低い男を探す。もし真夜中までに戻らなければ。大丈夫、ちゃんと戻ってこられるわ。信じてる。出発だ。冒険が待ってるぞ。犬は鎖を引きちぎったのか、飢えていたのかな。それとも炎ぐらい男がよっぽどひどく怒らせたかだな。綺麗にしゃぶり尽くされた骨だ。これほど綺麗なのは今まで2回しか見たことがない。1回はアリ塚、もう1回は1週間ほど何も食べられなかった後に鶏を捕まえたあの時だ。皿が欠けているぞ。餌を食う時に皿まで食おうと噛みついたのか、バカ犬め。確かに犬の足跡だが、この犬は小さいな。犬小屋の大きさからしてデーモンはかなりでかい犬のはずだ。でも襟好みしてる場合じゃないしな。この足跡を辿るしかないか。犬を追いかけるの？結婚式に来てそんなことすると思わなかった。私はここで待ってるわ。最高にうまくいってるよ、甘い果実ちゃん。君が休んでる間に捜索を終わらせる。もう少しのはずだ。調査は順調？今のところ大した収穫はないな。でも諦めないぞ。ウィッチャーの仕事はあつらえたように俺にぴったりだ。火花食い男の帽子だ。これほど道化らしい帽子もない。デーモンから逃げている時に落としていったんだろう。二つの結論が導ける。道化師は太っていて、そして臆病者だ。